こんにちは。こんにちは。今回のアニメの森はまだ大学生の若い作家さんです。だけど中学生の時から作っているからアニメーター歴は意外と長いの。スピーディーな動きと奇抜な展開がユニーク。さて皆さんはこの展開についていけるかな。アニメの後にはインタビューもありますよ。ではどうぞ。どうぞ。いやー、お尋ね者は意外やったね。まさに言葉のギミックやね。MH クリスマスもそう、まんまとやられたーって感じ。作者ってどんな人かな。早速話を聞いてみよう。今回ですね、どんでん返しなど意外な展開の作品をお送りしましたが、こういった作品の発想の原点はありますでしょうか。そうですね、基本的になんか見るものとかも結構サスペンス的な作品だったりとかも好きだったりして、最後まで犯人がわからないとか、やっぱりわからないことっていうのは怖いけど楽しいなっていうのがあって、なんかそういうのをどうしても知りたいっていう感情だったりとか、そういうものが根底にあって、じゃあ仮に私が作るとしたらどういったことがびっくりするだろうとか、そういうことは結構常に考えて作ってます。はい、ではですね、今はまだ、筑波大学生ということなんですけども、結構作歴は長いのでしょうか。きっかけは遡るとですね、大体自分が中学校2年生の頃になるんですけど、私の通ってた中学校っていわゆるその文化祭はあるんですけど、ステージ発表が主だったんですよ。私の学校、文化部がですね、吹奏楽部と美術部の2つしかなかったんですね。で、私は実はその当時美術部の部長をしていたんですけれども、美術部は基本的に会場の飾り付けとかを行ったりして、こうステージの、発表の中心にはちょっといなくて、ステージで演奏してる吹奏楽部の方々がちょっと羨ましいなとか思ってたことがあったんですよ。ステージに、プロジェクターが備え付けてあったんですよ。あ、もしかしてこのプロジェクター使えば面白いことできるんじゃないかと思って、みんな部員全員でできることってなんだろうって思ったら、あ、分業してアニメーション描けばいいじゃんっていうふうに初め思いついたのがきっかけでしたね。とりあえず企画を作って、これやってみないっていうふうに他の部員の方に話して、そしたら意外にみんなアニメ好きな子もいるので面白いねって言ってくれて、その当時は本当に機材も何にもなかったので、トレーシングペーパーってありますよね、こう透ける紙が、はいはい、あれにひたすら1枚ずつ書いて他の人に渡して、じゃあペン入れてねっていう、本当にアナログなパラパラ漫画みたいなものを700枚以上ぐらい書いてみんなで制作して、その次の年の文化祭にじゃあ上映しようっていう感じで上映したら、思いのほか盛り上がりまして、あ、アニメーションって面白いな、本当に大変だけど面白いなっていう経験をしたのが始まりでしたね。年数だけで単純に数えると9年ぐらいは行ってるっていうことになるということに気づいて、自分もびっくりしてますね。作品のスピードも速いですよね。やっぱり自分のスピードで作ってしまうと、他の方に見ていただいたときにちょっとやっぱりアニメーションを見慣れてない方にとってはとても速すぎる展開というのを作ってしまったりっていうのがあって、そういうところを客観的な視点、なんかお客さんはどうやってこの作品を見るんだろうっていうような視点をちゃんと自分作る側が理解してあげるっていうことを、今最近の制作では本当に意識するようにしてます。もちろん過去の作品だとそういうことを捉えきれてなくて、少し早いテンポになってしまったりしているところはあるんですけれども、これは本当に今後の課題だと思ってます。最初はタブレットに指で書いていたっていうことなんですけれどもその当時って確か iPad が出て、バージョンが少し良くなってみたいな時期で、私の家は実はタブレットとかそういうものが全くなくて、ただ iPad は、自分が触れる環境にあったんですけれども、本当にそれ以外のアニメーションを作るための専用の機材っていうものが本当に何もない中で、じゃああるものでどうやって作ればいいんだろうって思った時に、iPad のお絵描きソフトみたいのが実は入ってたんですよ。そのお絵描きソフトってもちろんアニメーションを作る機能はないんですけれども、こうパラパラ漫画みたいな感じで、アニメーションソフトの中に入っているレイヤー機能をこう重ねて絵を描くことができる機能っていうのがあって、最終的に1枚のイラストとして出力をするんですけど、このレイヤーの機能っていうのは透明度、このレイヤーを薄くするとか、なんか濃くするみたいなのとかを調整できるっていう機能がついてたんですね。ただなんかその薄くできるっていう機能がパラパラ漫画の前のコマが透けて見えるっていうのにちょっと応用できるなっていうふうに思って、本当に今思えば力技なんですけど、そういう機能があるじゃんっていうことを利用して、お絵描きソフトだけど1枚1コマずつ、そうですね、1コマずつをこう出力してっていう形で、そうですね、本当に1枚ずつパラパラ漫画と全く同じことをデジタルでやって、最終的に別のソフトに入れて、アニメーションにするっていうようなことをやってまして、その当時全部指で書いてたんで指紋がなくなりました。ずっと我流で書かれてるんですか？学校で教わってということもなかったですね。そこでさまざまな賞を応募して受賞してっていうのはすごいなと話してたんですけども。指で書くっていうのがね、うまく書けるものなんですね。うまく書けるようになってきたっていう方が正しいですね。初めは本当にこう自分の体なのに全く制御が効かないみたいな、アニメーションやる前は漫画も描いていた時期があったので、それとはもう全然違う、こう操作感みたいなものがあって、本当に慣れなくてでも描きたいものがあるっていうので、鉛筆で描いた時に似たような見た目にしていったりとか、逆に指だからこそできる表現みたいなものを見つけていきましたね。当時は指紋を犠牲にしながら制作の、経過のようなものですかね。そうですね、私が当時使ってたお絵描きソフト、IbisPaint っていう名前なんですけれども、この IbisPaint は制作の過程を動画として出力することができるという機能がついてまして、本来であれば1枚のイラストができていくまでの過程というものを記録していくんですけど、私アニメーションをこう無理やり作っているので、アニメーションのそうですね、描画の過程というものをその機能を使って記録することができるんですよ。その結果を出力してみたら、結構こうとんでもない高速の映像ができまして、展開がこの過程が一枚一枚のアニメーションのいわゆる画面になっていくっていうので、島はいろいろな意味があって、主人公と一緒にいる女の子の靴下がしましまだったり、実はその子があくまで死ぬの死にまと書いてしまだったり、いろんな意味が含まれてますね。死ぬのしまだから助けたはずの彼女が実は、いろいろ想像してもらえたらなと思うんですが、人ならざるものとお友達になってしまったのかなみたいな、ね。作るときにこだわってるポイントなどありましたら。アニメーションを作るっていうことを目的にしないようにしてますね。アニメーションっていうのはやっぱり手法の名前だと思ってて、だから私たち作る側がアニメーションを使って何をしたいかっていうことを考えていかないと、作っただけで満足しちゃうなっていうことを最近はすごい思ってて、結局自分はこれで何したかったんだろうって分かんなくなっちゃうことがあるなと思ったんですよ。だからアニメーションを使って、じゃあ今回は私たちが見ているものが本当にそのものなのか、見えない側面があるんじゃないかっていうことを表現してみようっていうようなテーマを必ず一つ決めて、それを反映することができてるかなっていう側面で一つ一つのシーンをチェックしていくっていう、それは言ってみれば当たり前のことだけど、当たり前のことをちゃんとできるようにしなきゃなっていうふうに思って、最近はそうですね、そういうことを考えながら作ってますね。ではですね、最新作メモリーメモについてご紹介いただけますか？はい、この作品は指では書いてないです。本当に自分が賞を取ったりしていく中で少しずつこう自分の機材も揃えたりとかもろもろしまして、この作品は、もちろん3分で言葉を使わないで物語を伝えるっていうことに試みている作品なんですけれども、自分の記憶というものがいかに信用できないかっていうところをアニメーションを使って面白く書くっていうことを試みている作品ですね。そう、今までの作品と違って実写のいわゆる紙だったりとかっていう素材とアニメーションの融合っていうものを試みてみたりだとか、普通の手書きのアニメーションにプラスアルファちょっと面白い表現を加えて作っている作品ですので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それはいつ頃見れそうですかね？そうですね、直近ですと11月の20日、第10回関西学生映画祭というものがありまして、そちらの方で、オンラインと、10増のシアターセブン大阪ですね、そちらの方で会場の方で上映をするということが決まっておりますので、そこでご覧になっていただければと思います。後ろのちなみに背景は何か関係ありますかね？めちゃめちゃ関係あります。よく気づきましたね。これは新作メモリーメモの主人公が横たわっていたソファーベッドの、絵です。髪をくしゃっとしたようなディティールになっているかと思うんですけれども。面白いですよね。そうですね。物語に結構こう根幹にかかるヒントだったりするので、覚えておいてもらえると、より楽しめるかもしれませんね。蛭間さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回のアニメの森をお楽しみに。バイバイ。バイバイ。